9月12日月曜日の東京株式市場、午前の取引が終了しました。週明けの本日の東京市場は3日続伸となりました。まず日経平均は先週金曜日の終値に対して314円15銭高い 28,528 円90銭前場の取引を終わっています。トピックスもプラスです。 12.62 ポイント上昇して 1978.15、 JPX 日経インデックス400は 111.64 ポイント値上がりして 17,853.80 となっています。先週金曜日のニューヨーク市場が3日続伸となって戻ってきました。今週発表されます小売統計、あるいは消費者物価指数の経済統計の発表待ち、あるいは来週の FOMC での政策決定、なお注目材料は控えているんですが、マーケット的には市場心理やや改善の方向が出てきたというふうに受け止められまして、東京市場でも好感度の高い状況となりました。朝方から買い物を集めて始まりまして、日経平均は高寄りすることとなりました。当初プライム市場の売買代金は1兆1899億円、やや週明けとしては物足りないものがありますが、市場全体で見ますと値上がり銘柄が1189、 65% の銘柄が値上がりしているという、そんな状況になっています。政府がコロナ水際対策として現在実施しています海外からの入国者数5万人上限という規制を、この上限を撤廃する方向で検討を始めた、と調整を始めたという報道があったことを受けまして、インバウンド、リオープン関連、そういった銘柄が幅広く買われたのが今日の物色の特徴です。空運、電鉄、百貨店、小売、あるいは旅行関連といった銘柄が幅広く物色されまして、中で例えば三越伊勢丹、高島屋の百貨店2銘柄が揃って年初来の高値を更新するという、そんな動きになっていました。一方で、先週金曜日の引け跡に、22年7月期の決算発表を行いまして、好決算が明らかになり、今期については連続増配、そして自社株買いという、好材料を、まとめて発表しました日本駐車場開発、この銘柄は、インバウンド関連という側面もあるのですが、好材料が一斉に出てきたということで寄り付きから人気になりまして、年初来高値、これも更新する動きとなっていました。逆に、一部の報道でアメリカでのコンテナ船の対戦状況、係留状況がかなり改善してきて、状況改善の見込み、そしてコンテナ船の市況が急落し始めたという報道があったことから、コンテナ船の事業好調を手がかりに人気を集めてきていました日本郵船、商船、三井、川崎船の海運大手3社の株価が反落するという形で、明暗分かれる状況ともなっていました。主力どころの銘柄では、電子部品あるいは半導体製造装置の関連株、ハイテク系の銘柄にも買い物が集まっていました。以上、9月12日前場の概況、アローズスタジオからお送りいたしました。